なんで見ました、めっちゃ再生回数言ってましたよ。やっぱ私たちが苦しんでるところが好きなのかみんな感じてまあまあそういう感じで大好評だったので、はい、第2回をやろうと思いまして、はい、今回はですね、はい、でねこちら VR です。ちょっとこれと VR で、その自分のスマートフォンをこの中に入れるだけでお家で気軽にホラー感覚を楽しめたりとか、すごいな、なんかレンズついてる。前回アリスさんビビるようにそうですよ、そうでしたねそうですよ、ということで今回こちらの VR を使って、ホラー映像をみんなで見て、誰が一番ビビリかビビリかをね、うわっ、ちょっと待って、ちょっと待って、難しいもん見ていきたいと思いますはい、じゃあてか、まるちゃん大丈夫かやろちゃんやばい、意外と本当にダメです、ホラー系はなんで今日見たのいや、でも体験型だから結構怖いと思う、前回ね、なんか一番やばそうなとこに当たっちゃった、えということで、今回どうやってビビリを決めるかというと、あ、こちらの尿検査ですか懐かしの尿検査じゃないです。いや、ここにですね、まあ、一定の 200ml かな、水が入ってる、みんな一定の量を持ったコップを持って、はい、そして VR を持って、その動画を3分半ぐらいの動画を見ていただきます。それで、こぼしたこう、びっくりしたらこぼすじゃないですか、はい、で、こぼすじゃないですか、こぼして、そのこぼした量が多い、まあ、だから残った水の量が少ないメンバーが一番のビビリをっていう。さっき見たんですよ、 200cc の量を、うん、結構なみなみで、普通ですよ、ね、普通にこぼされちゃうよ、この上半身で踊っては、上半身時間を使って、手をキープさせとけば多分大丈夫だと思う。なんで上半身の努力ですか、わかんないけど、どこでそんな感じでね、はい、早速順番も決めていきたいと思います。はい、はい、ガーリスさんが1番、はい、1番、ちゃんが2番、はい、私が3番、アシャが4番、なんでいつも最後まあいいや、そんな感じでね、早速やっていきたいと思います。はい、はい、はい、レッツ VR。え、怖い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 、波来てる、怖い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 怖
え、気持ち悪い、気持ち悪い、フェスティバルレッド回して
やだな。大丈夫大丈夫。今の花見ちゃん怖いの。結構伸びてるね。こっち見ないで。キモ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 。
回ですかそれ。それかわいそうだよ。ってやってた。わかんない。もうなんかよくわかんないけど。あれさ、途中で画面が縦になっちゃったんで。そう。VR の対応の画面じゃなくなった。最後の最後になんかすっごい隙間からわーってきたから、わかんない。なった割に、バレが、ポッキャリ。はい、ということで、今回のビビリ王も、テラサアリさんと、やりました。もう、王者ですね。常連プリに行きたいということで、はいはい、今回使用した動画はですねアナベルの VR の動画なんですけど概要欄にも URL を載せておくのでよかったらぜひ皆さんも体験してみてください。はい、ということで皆さんお待ち合わせ体験を、はい、やってみてください。はい、以上、アイドルチョイス